エリオットスクールことエリオット国際関係大学院はアメリカ・アシントン特別区に本部を置くジョージ・ワシントン大学の大学院国際関係大学院協会会員国際関係学国際開発学国際経済学国際法学安全保障学紛争解決学などの分野に特化したプロフェッショナルスクール公明は ジョージ・ワシントン大学の学長を務めたロイド・ハートマン・エリオットに由来する。ワシントン特別区中数のホギーボトムに本キャンパスを構え、建物から徒歩で10分のところにはホワイトハウス、建物から通りを挟んだところには世界銀行や国際通貨基金などの国際機関があり、付近には米国連邦政府関係の施設や政策系シンクタンク、 開発 NGO の本部も多数密集している。また、イタリアのボローニャ、中国の南京市にもキャンパスを置く。国際関係学の分野において、世界的に最も優れた大学院の一つとされ、2012年には、米、フォーリンポリシー氏が1000人の専門家を対象に調査した結果、その38%がエリオットスクールの修士課程を優れたプログラムとして評価した。 この調査の結果、2005年のランキング開始以来、エリオットスクールは、ハーバード大学のケネディスクール、プリンストン大学のウッドロー・ウィルソン公共政策、国際関係大学院、タフツ、大学のフレッチャー法律外交大学院などに次いで、国際関係大学院としての世界的な地位を、確立している。ジョージタウン大学ジョンズ、ホップキンズ大学、ハーバード大学プリンストン大学タフツ、 大学コロンビア大学、ジョージ・ワシントン、大学アメリカン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・シカゴ大学北米で見られる、高度専門職業人養成校、ホーリン・ポリシー、ランキング2012、ありがとうございます。